皆さんこんにちは、あさなぎコンサルティングの司法書士の加代真理乃です。今日はですね、ここにも書いたんですけれども、資格スクエアチャンネルに出現中ということで、私がですね今現在ですね資格スクエアチャンネルに出現しております。シリーズ化していて、何本か、あるのでですね、皆さん、ぜひですね見ていただければというふうに思います。西さんとですね一緒に、やらせていただいてるんですけれども、本当にですね、撮影西さんと、撮影後にですねちょっとオフショット的な感じで、一緒に動画撮らせていただいて、そこに紀藤先生もちょっとだけですね、出演いただいている動画がですね、うちの動画にあるんですけれども、あんな感じでですね、撮影現場あんな感じで、私もですね、最初はですね、普段 YouTube で喋っていても、なんかこう、大きいカメラとかあるとですね、本当に緊張とか、してしまったんですけれども、西さんがですね、本当に、お話上手で、本当にですね、もう格の違いをですね、見せつけられました。本当に私がねなんか人にこうインタビューとかするとね本当にめちゃめちゃ下手くそなんですけれども、こういったところでですね結構本当にそういうの人によって上手い下手めちゃくちゃあるんだなというふうに実感いたしました。そういったところで西さん、ですねお話ししたので、動画もですねとっても面白く出来上がっていますので、私自身もですね実は、出来上がった動画はまだ見ていないので、更新をすごく楽しみにしています。勉強の話とか、結構真面目にしているので、うちの私のチャンネルも真面目にしたいわけじゃないんですけど、普段からですね、日常の話とかも結構もうごちゃごちゃ混ぜてしまっているので、たまにはですね真面目な話、勉強の話だけっていうことであればですね資格スクエアチャンネルでかなりですね多く語らせていただきましたので、皆さんもぜひですね見ていただければというふうに思います。それではこれでまた動画を更新したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。